こんにちは。こんばんは。こんばんは。お、みんな来てくれてますね。いやー、まったりしますね。髪伸びたよね。伸びたよ。今日は LDH のレモンサワー買ってテニスタレを見てます。俺も飲んでます。これいやー、こんばんは。飲みながら待ってました？俺も飲みながら待ってましたよ。酒じゃなくてもジュースでもね、いいですよ。未成年は飲んじゃダメですからね。皆さん今何してますか？ご飯？ご飯はまだ。あ、すごいね、これインスタライブっていろんな機能があるんだね、この下に。知らなかったわ。本当に。今はね、あれですよ。このレモンサワーを飲んでます。皆さんも飲み物片手に好きなおつまみで参加してくれてますか？ご飯食べ終わってゴロゴロしてます。みんなは何だろう、これつまみいろいろあるよ。チーズでしょ。チーズでしょ。チーズでしょ。ラングドシャ、いっぱいありますよ。柏餅食べ、あ、今日子供の日か。今日は食べてないですね、柏餅。チーズ美味しいですよね。みんなは何を片手に見てくれてますか？すごいね。この下にあるのは何なの？このいろいろ。そう、チーズ大好きじゃん。チーズ大好きですよ。今ね、あ、これ、え、質問とかもあるんだ。何これ。やってみよう。これ、質問見えてんのかな？旦那がパスタ作ってくれてます。めちゃめちゃ素敵だね。直樹さんのインライン見ながら課題してます。ラングドシャってお酒に合うの、甘いのよくない？直樹さんピーナッツ嫌い？ピーナッツ好き。あの、千葉出身なんで落花生よく食べてましたよ。夜ご飯は、あ、見えてんのね。夜ご飯、娘たちがご飯作ってくれました。素敵です。夜ご飯は何食べようかな。ちょっとまだ考えてなかったな。もしかしたら飲み始めちゃったから食べないかも。お酒でお腹いっぱいになっちゃうかも。ミネラルウォーター、たこ焼きパーリー、いいね。それぞれのおうち時間楽しんでますね。楽しんでいかないと。子供リクエストでピザ、
軟骨から揚げ食べてます。焼肉食べたいよ、わかる。今からたこ焼きパーティーです。みんなあれなんだね、たこ焼き器家にあるんだ、ね、今から豚バラ肉串を焼きます。あとこれは何、おお、すげえ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 、これあれじゃない、ディオールのネックレスじゃない、あすごい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 、なにこれおー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 おお、ちょっとアースケークバードチックな、面白いねこれ。こんにちは。面白い。こんなフィルターあるんだね。すげえすげえ。痛い痛い痛い。痛い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 。すげえ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 。知らなかったこれ。これは、これ外れた？外れたかな？いやー、そうなんですよ。ゴールデンウィークも残りあと今日と明日になりました。皆さんいかがお過ごしですか？おうち時間ね、すごく過ごす時間が増えてるから、それぞれの時間を過ごしてると思うんですけど、今日は皆さんとまったりな夜の時間を過ごせたらなと思って、こんな感じでやらせてもらってます。まあ、自粛期間、宣言のね期間が伸びたんですけども、まあ社会全体が良い形に進んでいけるように今できることをできたらなと自分も思ってますし、またこんな中でね、働いてくださっている皆さんのおかげで生活ができているので本当に感謝してます。ありがとうございます。痩せましたか？痩せてないね。あ、のりさん、あれ、のりさん見てる？もしかして、のりさん、そうなんですよ。明後日から仕事だ、仕事頑張ってください。公務員なので明後日から普通に仕事です。ですよね。ありがとうございます。気をつけて、うん、みんなで頑張りましょうってコメントもありますけど、頑張っていきたいですね。みんな夜の時間は何してるんですか？何して過ごしたのかな？うん。俺はね、映画見たり、ちょっとお酒飲んだりして、できるだけこう、穏やかに過ごすことを心がけてます。うん。アニメを見る。仕事の勉強します。安心よく今ゲームスイッチ、ネットショッピング、ぐーたらしてます。やっぱぐーたらだよね。ぐーたらしましょうよ。本当に皆さんのあれあれ、みんな何、はい、みんな用意したドリンクとおつまみ何ですか？熱見たりします。たまに読書、最近アベマ TV 見てます。あ、今日8時からこの後シブザイルあります。筋トレしまくる。ダルゴナコーヒー作ったね。ダルゴナコーヒーって何？あの哲也さんとか直人さんやってたやつ。直人さんのラタタサイズしてライブ DVD。 勉強得意？勉強ね、勉強、勉強好きだけどあんま得意でもなかったから。あ、左右です。お茶当たり目です。当たり目ね、結構がっつりしたおつまみだね。白ワインにチーズ、
お昼に子供と流しそうめん、素敵です。ちょっと薬用意した。うん、ビールに黒口、おつまみは枝豆チーズ。俺もおつまみ食おうかな。これですよ、俺の大好きな。まあね、やっぱりこう普段からね、上品なものが大好きなんで、あのね、こうやっぱパリッとしたジャケットを着たりとか、まあ今日はちょっとリラックスしてますけど、ね、絵とか見るのも好きなんですけど、まあ、僕の好きなおつまみはこれですね。焼肉さん太郎、知ってます？これ美味しいよね、焼肉さん太郎。これをね、ちょっとつい買ってしまいました。これを飲みながら、飲みながらじゃねえや、これを食べながらこれを飲むと。お、みんなも結構好きじゃんね。いただきます。うん、魚のすり身なんだね。うん、懐かしい、ハマりました。分かる、桜大根あったね、桜大根。うん、食べるよね。冷蔵庫で冷やすとパリッとして美味しいよ。知らなかった。もうやってみよう。焼肉さんよりかば焼きさん、わかるよ。かば焼きさんもあったな、どっかで。熱くなってきた。うん、皆さんも飲んでますか？レモンサワー飲んでますよ。もうちょっと入れよう。うん、私もわさびの好き。わさびのなんだっけ、なんかあったね。いただきます。レモンサワーとチーズ、のし梅さん派閥ね。うん、お酒はねそんな強くないんですよ僕。好きだから、お酒とかお酒の場が好きだから飲むんですけど、飲んだ分だけしっかり酔っ払うタイプかな。うん、よっちゃんいか、片手で缶開けたの。片手で開ける、開けるよ。マイボーが好き。あとはね、あとはね、そう、チーズ系とかいろいろ。駄菓子食べるとは思わなかった。駄菓子食べるよ。男子は何が好き？だから焼肉さん太郎、大かば焼きさん、ね、あのきびだんごって、あの細長いやつと、豚目から、そうですね。あとね、この間なんか時にも話したんですけど、あの滋賀県の方とお会いする機会がありまして、あのこんなお土産もらったんですよ。船寿司マヨお菓子。これ想像つかなくない味。これ知ってます？船寿司マヨお菓子、これをいただいてみようか。船寿司って知ってます？あの書いてある。船寿司とは、船を塩漬けにして炊いたご飯を重ねてつけて、押し寿司にするやつですね。魚の保存方法の一つとして伝えられたと思う。滋賀県ですけど知らない。もうあんまりあれか。いただきます。ちょっとね、あ、でも普通のあれか、船寿司味のおかき、これ大阪に売ってるやつですね。大阪に売ってんだね。
通のおかき、普通の船どこ行った、船がこれ大阪バージョンがあるとね、船がね、ちょっとごめんなさい、あのね、わかんないね、もう一個食ってみよう。匂いは普通匂いからだね、今食っちゃったね。船寿司の味しないよ、味しないのって聞いてる。塩のマヨの匂いはマヨネーズの匂い、マヨネーズとおかきの匂い、揚げた。味はおかきだね、おかき、フナないね、フナ普通に美味しい、これフナない、美味しいわ。あ、これいいね、普通に食おう。うん、マヨおかきだからかな、そうか、マヨおかきだからもうあのそれに負けちゃうのか、フナが、フナ負けなくない、フナ負けてんのか、なるほどね、そうなんですよ。まあそんな感じで駄菓子食べながらあれしたりしてますけど、まったりと映画を見たり、なんだ、映画見たりドラマ見たり本読んだりして最近は夜過ごしてますね。昼間はちょっと、ミーティングだったりできるテレワークの仕事をしてやってます。ニーハオ、中国の方かな、はい、出ますね。で、こう最近はインスタ使ってこう皆さんとなんかこうコミュニケーション取れるのがすごい面白いなと思ったんで、いろんな形でアップさせてもらってるんですけど、あれ皆さん、あの最近のあれやってくれました、あの直樹とゲームで遊ぼう、ゲームしようだっけ、30秒でこの間やったのは30秒で、あ、どれあげたっけな、ちょっといろいろ撮って準備してるんですけど、ついこの間あげたのは30秒で EXILE トライブメンバーをどれだけかけるか、僕が所属してるグループ以外のやつとかで、つまり EXILE と3代目 JSOULBROTHERS 以外のメンバーをいくつかけるか。で、第1弾は、三髄の漢字をどこまで、いくつかけるか、30秒。そう、それをやったんで、今日それを実際にここでやりたいなと思い、準備しました。はい。やっていいですかね、やろうと思うんだけど、どう、こんなの、そんなのインスタライブでやんないでって感じ、やりますか、やりましょうかね。三髄はさ、こう水にまつわるからさ、なかなかむずいじゃん。だから違う辺でやってみようぜ。じゃあ行きます。30秒のアラームかけるんで、それが鳴ったら終わりね。で、用意ドンでいきます。皆さん紙とペン用意できましたか？紙とペン、これみんな見てる人は みんな準備してください。で、紙とペン用意できた人はこの絵文字のグッドをコメントに送って、グッドで、グッドとあと何編がいいか書いて、そこからピックしていきます。いきます、グッドグッド。お、だんだん準備できてきたかな。いきますよ、紙とペン、まだ書いちゃダメだよ。ナイス、グッドきましたね。はい、
さあ、じゃあ何編にしようかな。次コメントで見つけた武士をテーマにします。はい、来ました。人弁、人弁の漢字を30秒でいくつ書けるか、いきます。3、2、1、ドン。あ、ペンが。人弁、あー、あ、はい、終了。はい、終了。はい、終了。どうやって止まるのこれ。はい。はい。1。これ2個目って、日本語でもあんのかな ?1、2、3、4、5、6。6個。6個、6個。はい、6個。みんなどうですか?はい、6個。書けました?あ、みんな何個だったか書いて。6個、6個やった。4個。はい。8個。すごいね。ほんと ?6 個。7個。すげえ、6個。だいたい引き分けが負けてんじゃん。間違ってる?間違ってるね、俺。6個。4個、6個、6個。あ、でもだいたい6個か。1個。どうした?大丈夫か?1個、5個、8個、5個。いいね。みんな結構書けますね。これいいな。ちょっともう一問いってみようか。もう一問。皆さん、準備は OK ですか ?OK だったらこれくれ。で、じゃあ次のもう一個。部首いこう、部首。何編とか、何々とか。言ってみましょう。みんななんかコメントでテーマくださいね。 OK 出てきたね。はい、さんずいはね、この間やってアップしたんで。あれ、人弁もなんかこの間やった気がするな。俺ビデオ撮ったような気がするな。撮ってたらごめん。あ、うかんむり、うかんむり行ってみよう。行きますよ。うかんむり。3、2、1、ドン。え、うかんむりってむずくね?うかんむり、うかんむり。かんむり。はい、終了。はい、1、2、3、4、4個。あー、空ね、宿ね。あー、これ4個。やっぱ宇宙は書くよね。4個。あ、5個。4個。3個。4個。一緒やん。4個。0個。0個。あ、宮ね。いや、なかなか出てこねえな。あ、4個、4個。6個、5個。守るね。うん。4個。直樹さん左利き。あ、これあれだな。反転してるから。逆になって俺右利き、右で書いてました。突、突撃の突ね。4個、3個、6個。まあ、穴。ああ、殺、警察の殺ね。3個。あ、ムロ。あ、ムロさんね。缶。ああ、もうめちゃめちゃあるじゃん。ああ、窓、空、室、家。まあ、全然、宿。いざとなると書けない。めちゃめちゃわかる、それ。そうなんですよ。書けないんですよ。あ、密ね。密は書けないと。
密だよ、ほんとに。ちょっとラストもう一個いく？ラスト何にしようかな。なんかテーマありますか？あの、漢字じゃなくていい、漢字じゃなくていいんで、あの、なんかこう30秒で何かを書き出す、なんかあるかな。うん、やる。結構楽しんでくれてますね。あ、いいね。動物。動物広いな。動物。あ、四字熟語いいじゃん。四字熟語。行ってみよう。用意ドン。はい。用意ドンっつっちゃった。はい。3、2、1、ドン。四字熟語？四字熟語。四字熟語。四字熟語。これだから漢字書けないとダメでしょ。これ四字熟語かな。はい、終了。ドン。三つ。これ二番目四字熟語じゃないよね、多分。あ、起承転結ね。はいはいはい。これあの一個目が鉄塔鉄尾。登坂広臣違うね。一石二鳥そうしそうで。四面楚歌。俺も四面楚歌書いた。四面楚歌。二個目、七里二九輪って書いちゃった。それ違うな。一日千秋。すごいね。三つ。一応三つにしとこう。三冠四門ね。一石二鳥。一網打尽。成功うどく。みんな頭いいな。がむしゃら。がむしゃらって四文字熟語。一期一会、四捨五入、意味深長、小林直樹。それ四字熟語じゃないね。十人十色、五輪夢中。いいっすね。岩田隆の違うね。みんなこれボケ始めたね。千差万別、猪突猛進、今市隆二、やかましい、鉄塔鉄尾、五輪夢中。すごいね、みんな頭いいんだよ。なんか意外にこういうアナログだけど、うん、なんかこういうのもいいんじゃないかなみたいな、やってますよ。面白いね。 1,2,3,4 Hello my darling, hi how are you? 片岡のあのメンバーの名前を書きたい、書く場じゃないからね。楽しいね。皆さんは なんかこういうおすすめのおうち時間の過ごし方ありますか？うん、なんかね、焼肉定食ってこういう時やっぱ絶対書くよね。うん、何気に燃えるんですよ。飛び出したみんな。職場でこういうのしますよ。料理作ってます。炭酸。乾杯しておきますか。遅れちゃったな。手見せて。手、はい。今濡れてた。で、しりとりね。ああ、それ面白そう。ジグソーパズル。わかる。鉛筆が書いてます。あ、音聞こえんだね、これ注いでる音。よし。じゃあ皆さん、じゃあ音を。こうしなきゃいけない。あ、俺が絵を描いてその絵を当てるのやりましょう。それ面白いね。やろう。じゃあまず乾杯します。
じゃあ皆さん、おうち時間が素敵な時間になりますようにと、一日も早い皆さんの、素敵な日常が訪れることを祈って、乾杯。いやうまいね。さっき何しようって言ってたんだっけ。乾杯。子供の日に乾杯。乾杯、いいね。なんだろうな。じゃあね、あ、じゃあお題もらったら絵描きます。やってみよう。それ一回お題もらって、あの、描いてみるよ。でそれが俺のその絵の実力がどんなもんか知ってもらって、あの、そっから俺からクイズ出します。この絵は何だろうって。何かお題もらえますか。ああ、鯉のぼりね。5月だしね、鯉のぼり。ちょっとじゃあ皆さんも書いてみましょう。制限時間は30秒ね。30秒で鯉のぼり。いきます。3、2、1、ドン。鯉のぼりはいけるんじゃない？こういうことでしょ。すげえ無言になっちゃう。はい、終了。はい、終了。こいのぼり。こいのぼり。さあ、皆さん書きましたか。鯉のぼり、こんな感じ。はい、なかなか書けるもんだね。お、分かるよね。お、うまいってきて。じゃあ、まあまあうまい。まあまあって言われた。いや、いいんじゃないですか。これ OK もらってるね。じゃあ俺からクイズ出します。なんかジャンルだけ欲しいな。口どっちって。口こっち、口こっち。あの、ジャンルください。ジャンルの中から、あの、何かを書きます。はい、大枠。じゃあ動物、さっきもらってた動物。動物ね。動物は余裕でしょ。はい、じゃあいきますよ。これもじゃあ30秒で書きます。はい、3、2、1。いや、無言な、あ、終わっちゃった。はい、じゃあ皆さん、これは何でしょう。これはうまいんじゃないの。動物ね。はい、動物。お、いいね。みんな回答早いな。いい感じ。はい、
いいね、いいね、いいね。正解は、ライオンです。ほら、うまいじゃん。うまいね。いい感じですね。よし。じゃあ、第2問いきます。さっきのところから、ジャンルもらって、いいね。行ってみよう。ジャンルはジブリ。ジブリでいきます。いきますよ。30秒ね。3、2、1、ドン。どうだっけ？あれ手とかどうなってんだっけ。終わっちゃった。はいはい、ジブリいきます。よーい、ドン。やばいね。わかるかな。わかるよね。わかるでしょ。お、いいね。コメントいいね。正解続出だね、これ。はい、正解はトトロです。トトロでしょ。トトロってさ、ここなんだっけ。ここ目はなんかさ、わかんないけど、ここがわかんなくなるし、あと手、ここなんだっけ。ここわかんなくなっちゃったな。なんかゆるキャラみたいな感じなってますね。口がわかんないよね。ね、どこが口、俺もわかんないんだよ。トロロ、トロロだよね。ライオンと口が一緒？本当？ライオンとトトロ。いや、ちょっと違うな。お腹が丸くしたい。あ、コメントと被ってて見えないのか。はい。足ない。足なんだっけ？足あった。これライオン。トトロ。あ、爪が長いのか。もうちょっと分かんなくなっちゃったな。あくびしてるシーン。あくび、あー、あくびね。足あるか。じゃ、ラスト1問いこう。なんかジャンルを、ジャンル、あ、ディズニー行ってみようか。ディズニーね。あ、じゃあまず最後2問やろう。1個目ディズニーやって、次最後アンパンマンのキャラクター。最初はディズニーいきます。ディズニー、はい、いきますよ。3、2、1、ドン。あれ、頭なんだっけ。あー、もう全然わかんない。あー、ひどいわ。なんでしょう。なんでしょう、わかるかな。わかるかな。このトライ具合はわかるか。トライ具合はわかるよね。はいはいはい。ひどいね、これね。あー、でもそうだね、トライ具合は分かってきたか。アメリカのお菓子のパッケージに、これディズニーってジャンルがないとわかんないね。ここがヒントです。ここ、はい、正解は
ドナルドです。ドナルドさ、なんだっけ、なんかこうこんな眉毛してるよね。あ、襟もポイント、そう、襟もこうセーラー服みたいなの着てんじゃん。あとなんかこうお尻がこうみたいな。よし、ラスト、ラスト行こう。アンパンマン、アンパンマンのキャラクターいきますね。3、2、1、はい、はいはい、終了、はい、終了。はい、この人は誰でしょう。はい、縦長だな、縦長だよ、やばいね。えって、おっ、ちょっと正解が、正解コメントが今あったな。お、正解コメントがあるな。あー、だんだん出てきたね。だからこのトライは、トライは伝わるかな。あー、そうです、そうですよ、正解はですね、バタコさんです。バタコさん、バタコさん、ここのさ、送り入れ、送り入れ、送り入れどんなんだっけ、なんかこんな感じだね。これコック帽描きたかったんですよ、なんかコック帽じゃなかったっけ、バタコさん。そんな、飛び出しくん、あ、飛び出しくん、飛び出しくん似てる。あの、あれだよね、角に置いてあるやつだよね。アンパンマン、アンパンマンは得意だからね。アンパンマンを流してください。もう何度書いたか。アンパンマン。アンパンマンですよ。バタコさん、誰板前っつったっしょ。どこかの対象感が漂っちゃう。はい。俺のアンパンマンとバタコさん。そういうことなんですよ。はい。そんなね、こういうのも面白いですよね。あの、さっきやった、あの、うかんむりの漢字を30秒でとか、とうとうのは、30秒で書くゲームみたいなのは、これからもちょっとシリーズ的にアップしていくんで、あのポストよかったら見てもらえたら、IGTV とかに上げてきます。あれだね、バタコさん、何があって、眉毛が足りないって書いてあったけど、そうだね、違うわ、眉毛描いたら勇ましくなっちゃった。いやー、そんな感じで皆さんも飲むのは進んでますか。もう一個、もう一個食べるわ、焼肉。こんな感じで、あれだね、デジタルを通して、あの、皆さんとの距離が近づくのは楽しいですね。うん、なんかこんな感じで皆さんとコミュニケーション取れるようなこととか、あの、さっきもちょっと質問に答えたりしたけど、
そういうようなもらった質問をガンガン答えるような場所をエグザイルモバイルとかエグザイルトライブモバイルに今作ってるんで、ぜひ皆さんそこにいろいろ訪れてもらって質問を書いてもらえたらいいなと思ってます。少しは外に出ることありますか？今コメント来てましたけど、ありますよ。もちろん食料品とかもね、3密には気をつけながらやっぱりスーパーに買いに行きますし、その行き帰りでこうちょっと気分転換と、あとこう体もね、こうなんだろう、ウォーキングで体を動かしたりとかしてますんで、うん、外に出る機会あるし、まあ運よくベランダのある部屋だったんで、そこで過ごしたりとかしてます。自炊は自炊しますかって来てたんですけど、自炊あんまりしないんで、こうね、宅配サービスとか頼ったりとかしてますね。歩いたりはしますか？うん、歩いたりしますよ。うん、バラね、その行き帰りでこう花屋に寄ってお花買ったりとかして、やっぱり綺麗ですよね。お花にすごい救われるなと思うし、自然に救われるなと思ってます。オリーブは元気ですか？ベランダにオリーブあるんですけど、オリーブ元気ですよ。ちょっと日に当てすぎちゃって弱ってきたんで、水たっぷりあげたいなと思ってます。うん、ライブに関しては今ちょっと中止とか延期が、3代目では4月のライブが延期もしくは中止になってしまったんですけども、まあ、今これからね、宣言の緊急事態宣言の期間が延びたので、それに対して僕らが今できることが何があるのかっていうのを今スタッフやメンバーと話してますし、まあ、こうしてインスタライブもそうですけど、デジタル、を使って皆さんと距離が近く感じられることがとても分かったので、そういったところでいろいろできたらなと思ってるので、もうちょっと、お待ちください。まあ、そんな中でも今日もM フローのタクさんが、やっている、フェスが、インスタで見れたり、ブロック FM のね、フェスが見れたりとかもしますし、この後8時から、アベマ TV で、シブザイルのスペシャルが流れて、エグザイルトライブの楽曲、総選挙みたいな形で各グループの人気曲を皆さんからの投票を受け付けてますんで、それもこの後このまま見てもらえたらなと思ってます。はい、なわけで宣伝はそんな感じにして、そうですね、なんか今インスタとかツイッターとかにもいっぱい毎日出没してますんで、ぜひ絡んでくれたり、質問とかも送ってくれたら嬉しいですね。コメントもいっぱい見て、直樹さんのギターで羽2分の1が聞きたいいや弾けっかな、なんだろうね、いやギターあるけど、なんだろう、なんか曲あります？そこにね、 iPad もあるから調べて聞いちゃうか。そんなにあれなんです、そんなに俺も別に上手くないから、受けした方がいい。そうだね、最近またおうち時間増えてギターをちょっと練習するようになりましたね。君となるほど話を
やっぱちょっとボーカル来てほしいよね。こないだあのリクとあのなんかインスタライブか、インスタライブ中にリクとなんかコラボしようよっていうの話したけど、朝俺、朝俺なんだっけ、朝俺でね、朝俺、あなたの朝に朝俺かそこの部分しか知らないな。なんかレオ来た、あ、レオ来たじゃん。レオちょっとコラボしようぜ。レオ5分だけ話そうよ。ホタル、ホタルいいよね。みんなで乾杯しよう、乾杯しようか。スターティングオーバーやっぱいいよね、君となら。君とならいつまでもこのまま変わらずにいられる。ルル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 せちった。まあそんなことをやっております。はい、というわけであと5分したらシブザイルが始まるから、その前に終わりにしようかな。うん、お、レオ来たかな。よお疲れ様です。やば、お疲れ。あ、大丈夫だった？大丈夫です。ずっとゲームしてました。めちゃひげ生えたね。いや、なんか、もう1ヶ月ぐらい、何もしてないっすね。あ、ほんと？あれ、ポテチ見たよ、ポテチ。あ、ポテチ。マジで、ほんとに。やばい。あれ、ほんと、10分ぐらいに編集してもらったんですけど、うん。1時間ぐらいやってました。あの油で揚げんのにあのダウンジャケット着てきたの面白かった。いやマジで超焦って油跳ねまくってそう、ほんと普段なんかあんまりめったにしないんで、カップ麺ぐらいなんで、うん、カップコーヒー出るぐらいしたとなのでお湯沸かすぐらいってこと。お湯沸かすぐらいです。最近ここよ2、3日、3、4日ぐらいちょっと自炊始めました。ああ、ほんと。はい、やってんね。全然しないわ、俺。してないですか？全然しない。ゲームあれ？あの、ガンちゃんのやつ。ガン、なんだっけ？デッドオブ。デッドバイデイライトってやつもやってますし、うん、あとエリーさんもやってる、今、フォートナイトってやつやってました。めちゃくちゃ難しいです。マジ。はい。めちゃハマってるね。もう結構、気づいたら時間経っちゃいますね、ゲームって。ちっちゃい頃、めっちゃやってた以来で。うん。なんか、ゲームって変な意味じゃないですけど、時間すげえ経っちゃうんで、うわっ、ってちょっと罪悪感。わかるから。めちゃくちゃあったんですけど、今だったらちょっとありかなと思ってめちゃくちゃやっちゃってます。ええー。はい。俺もそれが怖くて、あの、手出せないもん。
この間ガンちゃんからもデッドバイデイライト勧められたけど、はい、いやーもうそればっかやっちゃうなと、ハマっちゃいそうで、いや危ないです、沼、沼です、今流行りの言葉を使うならレオ、あのイルカちょうだい、お送りさせていただきました。あ、ほんと、じゃあ会社にあるかな、会社に、はい、あるはずです。あ、ほんと、はい、今度取り行こう。すいません、ありがとうございますいえいえ、あのバーバルさんとか、あのそうそう、だるまさんとかインスタライブで言ってくださった、てか扱ってくださったって言ってて、はい、この間その PK シーズのライブ見てて、ライブっていうか家での DJ プレイ見てて、はい、みんな被り出したからいいなと思っていいなって言ってるっていう噂を聞いてじゃあ俺もこれ送るんで、レオよかったらつけてください。あ、マジっすか。あ、それ、部屋番、ありがとうございます。顔洗うときに、顔洗うやつが僕なくて、イルカを使ってやってるんで絶対言うす、いや、マジで、あの、顔洗うときあれ使ってこうやってやってます。あ、ほんと、やばいね。いやー、渋材料ですね、これからね。あ、出んだっけ。あ、ニゴさん見てくれてるよ。はい、ニゴさんが今コメントくれてたよ。あ、ニゴさん、ニゴさんお疲れ様です。やばい、全然ニゴさんにお会いできてないし俺のあのニゴさんのあのトレーニング用のバイクがめちゃめちゃかっこよかったっす。インスタ見てました。あれやばいっすね。ね、あれやばいよね。あとあの虎のやつって、あれすごい、ちょっといろいろ調べてみたんですけど、すげえ昔の結構アンティークなトイ。あ、あれか。はい、こんな感じで。やばい二号さんありがとうございますね。ヒューマンメイドとのコラボ、そうです、もう二号さんの、はい、が唯一無二のイルカを作ってくださいました。急に立ってすみません。かっけー、楽しみにしてます。これもつけるわ。ぜひ使ってください。オッケー。じゃあ、なんかまた電話飲みとか。あ、リモート飲みする。俺まだしてなくてさ、この間ガンちゃんと今度3代目のやろうよって話なんだけど、ちょ、レオやろうよ。ラグパンのリモート飲みやろうよ。うわー、めっちゃやりたいです。てか、あの、すごいいっぱい古い映像出てきたんで、うん、直樹さんにファイルで送ります。ギガファイルで。お願いします。見るわ。家でぜひ見てください。ちょっと暇つぶしに。ありがとう。じゃあレオ、最後に渋ザイルへの PR コメントお願いします。もうあと1分。渋ザイル、今日は直人さんも、3代目から、あとうちからは白浜アランと、その他後輩先輩入り乱れて、すごく面白い異色なメンツの回になってると思いますので、この後ぜひ皆さん一緒に見ましょう。直樹さんありがとうございます。ありがとう。急にごめんね。大丈夫です、全然。じゃあまたリモート飲みで。お願いします。ありがとう。ありがとうございます。また。ニゴさんもありがとうございました。ニゴさんもありがとうございます。お疲れ様です。お疲れです。じゃあ皆さん、今日はお付き合いいただきありがとうございました。こんな感じでダラダラな回もまた配信するんで、楽しみにしててください。レオが急に参加してくれて楽しかった。お絵描きもありがとうございました。素敵な夜を過ごしてください。ありがとうございました。渋ザイル見てね。